ゆういちろうのやってみよう。こんにちは、ゆういちろうです。今回もよろしくお願いいたします。渋谷宮益坂上にあるウエスタンアームさんに行ってまいりました。ウエスタンアームさんといえば、まず社長、やはり番頭の松尾さん。松尾さんの魅力、まずガンマニア、そして映画マニア。この映画の話も深い、しかも面白い。なのでそのちょっと2点をね、聞けたらなと思います。では行ってまいります。YouTube 撮ったの？そう。なんで銃が好きになったんですか？やっぱり日本っていうのはないですから、銃っていうのが。確かに。だからもう海はおっしゃったように、映画とか漫画とか、うん、そういう見るもので好きになっちゃうと思うんですね、うん、特に私の世代は今みたいにネットとかもないですから、はい、実銃に触れられるのはやっぱり映画が一番大きかったですね、うん、あ、わかります。僕も映画が本当好きで、まず僕が鉄砲っていうか銃好きになったのはやっぱりダーティハリー。世代的にそうですね。そうですね、44マグナムとか。なんであのでかい銃で、ね、普通の警察官持ってないじゃないですか。持たないですね。持たないですよね。おかしいです、あれ。おかしいですよね。ただやっぱり子供ながらあれを見てると、あれがもう衝撃的だったと。そっから僕、ね、やっぱりイーストウッドさんが出てる映画っていうか、十二ちゃんをよく見ると、あの西部映画、そうですね、マカロニウエスターですね、はい、荒野の用心棒、はい、最高ですね、はい、あれを見て、まあリボルバーにまずハマってしまって。だからリボルバーなんですね。そうなんですよそう、ただ、前回、第3回か、そうですね、はい、これもうちょっといい写真あったんじゃないかなと思うんですけどはい、松尾さんより先にトロフィー撮らさせていただきました。ありがとうございます。そうなんです、僕はイーストウッドがもう僕の憧れであって、あれからこう銃が好きになってしまったと。松尾さんは何ですか？私もね、まずうちの親父が洋画劇場が好きだったんですよ、うんうん、あの頃ってね、毎日のように洋画劇場やってたじゃないですか、はい、だから親父がやっぱりウエスタンと、うん、あと007、ジェームズ・ボンドの、うん、あの映画をよく見てたんですよ、うん、でその横に夜明け劇場だったら、夜遅くまで11時まで起きても受けられなかったから、それを見てて、その影響がやっぱ大きいですね。なるほど。でもちろんダーティハリっていうのは我々の年代にはものすごい大きな映画ですけど、うん、私の場合、はい、松尾さんの場合一番受けたというか、もう今でも自分の中から離れられない映画はタクシードライバー。タクシードライバー、デニーロ、ロバート・デニーロの。ああ、あれタンカース着てたのか、あれは。そうです、そうですよね。あれも44マグナム出てくるんですけどね。そうか、だからダーティハリーに比べるとかなり歪んだ映画ですよ、うん、なるほど。タクシードライバーですか。が今でももうやっぱ離れらんない映画ですね。うん、何が一番って聞かれたら、やっぱりいや、タクシードライバーっしょって感じですね。なるほど。じゃあこれを見てる方ももう一回タクシードライバーを見てもらって、なんかね、衝撃を受けてもらえれば。そうですね、私あの頃も本当ただの小僧ガキなんですけど、はい、映画見た途端その主人公のトラビスの気持ちが 100% 理解できたんです。言葉で説明しろって言われても分かんないんですけど、いや分かる彼の気持ちはみたいな。いやー、そうかもしれない。なんかスマートな映画が、例えば007とかいろいろスマートな映画が多い中、はい、確かにああいう映画って心にこう入りますよね。そうですね、もうズバーンと心に打ち付けられたような感じ。なるほどね。そういう人は映画ファンの中で多いと思う、うんうん、戦えたらなと、対戦できたらありがたいなと思って、私最近第3回目からウエスタンアームズ製ついに解禁して、そうですね、はい、成績残しました。ただ4回目ね、まあこれちょっとまだ放送前だと思いますけど、ちょっとね調子悪かったので、松尾さんのアドバイス、ウエスタンアームさんのアドバイスをいただいてヒートをカスタムしました。
はい、それがはい、こちらです。もうヒートじゃないですね。ヒートじゃない、はい、どこがヒートなんですか。そうやっぱね、ちょっとヒート、これあのやっぱマガジンもでかいから下半分もうハイキャパシティですね。ハイキャパに組み直しました、あの、松尾さんのアドバイスで。ここまでがヒートですね。まあここもちょっといらない部分ですけども、うん、ヒートじゃなくていいんじゃないか、はい、そう、スライド普通に5インチだったら普通のハイキャパじゃないかって。いや、ほんとそうですけど、いや、これはだってキャンドルキットで、あの、いただいた、もう社長からいただいた鉄砲なので、やっぱこう、いいと思いますよ、おばかしくて、ゆういちろうさんらしいカスタムっていうんで、はい、じゃあハイキャパにすればみたいな。いや、ほんとです、いや、ほんとですよ、もう、あら、いやいや、ヒートですよ、もう全然いやいや、笑っちゃって言う、ね、あれ、これがヒートです、もともと。でもウエスタンアームズの銃は本当にね、なんかあの気持ちよく撃てるので、本当はカスタムする必要はないと思いますけど、やっぱりこの小さな銃であのツアーモンたちを安けるためにはアドバイスいただいて、こういう形に変わりました。松尾さんのマイ銃はどれですか。私は何回目からかな、はい、最近はずっとあのターゲットマスター、であとはむしろ、はい、あの自分の手に合わせて使いやすいようにってですね、うんうん、この辺はちょっとうちの社長のアドバイスで、はいはい、あの常に同じ位置を握った方がいいっていうので、まあ、指の跡をつけるっていうんですか、ここを自分で握る、こっちも削ったんですけどね、ここを握るっていう、本当だ、むしろガイドのためにやったんですね。なるほど。でこれ実はこうフレームももう変えてあります。ここえぐっちゃったり。本当だ本当だ。よくグロックとかやってる方いるじゃないですか。うわ、本当だ、これ持ちやすく。え、ということはここはまずここ人差し指がぴったり合うように、皆さんもこういう、ここだっていじってないですもんね、もともとこの、もともとの部品です。もともとの部品、うん、それをこのリューターかなんかでやっぱり自分の手にフィットするようにいじると。もうそこだけでももうワンオフですよね。まあ同じところを毎回同じポジションで握らないといけないらしいんですよ、うん、毎回こうあの変わってたら、もうシューターの方みんなそうだと思うんですけど、同じところを握って同じあのスタンスで打つ、同じ慣れ方で打つ、だからマックさんっていつもパン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 当たる。皆さん今日来ただけでもこれは大きな収穫ですよまず映画の話が1個、そしてもともとねこういうグリップですけども、やっぱり毎回同じポジションでこう打てるようにリューターで削る。まあここはね、なかなかウエスタンアームズのこう銃をここを傷つけるっていうのはなかなか難しいけれどもこのグリップだったらね。そうですね、はい、あれこっちは何だろう、こっちは、こっちは ここの指ですね、ここの指の位置を決めるため。なるほどなるほど、あ、そうか、じゃあこっちがこっちはこうで、あれ逆は、逆は何ですか。こっちは親指の位置ですね。あ、親指の位置、ね、同じとこを握るため、そうするとあの引き金も同じ指の位置で引けるらしい。なるほど、ありがとうございます。ちょっと電話が来たので参考になります。この指に合った銃で対決するのはあれなんで、また選んでいいですか。え選んでいいですか。これじゃないんですか。いやいやいや、もうあんな話聞いたらあれでやりましょうって言わない、言えないですよ。絶対勝てるのね。いや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 、あのね、いきなりでは分かんないんですよ、銃の癖が。そう、いやいや、僕もほぼ組み直したばっかなんで。